はですね、これから仙南アンバサダーとして仙南市のお仕事のお手伝いをすることになりましたので、今日は調任式ということで、調任式？就任式？就任式ということで、皆さんにご挨拶しに行ってきます。飛行機に乗ります。朝なんですごい空いてます。眩しい朝です。でもあのメイクの時間がないので結構仕上がっております。朝一からイエーイ。今日は2人で出張です。行ってきます。ゆるみがないようしっかり着用されていることを確かめください。関空着きましたね。綺麗だね関空ね。あ、こんな今、あ、でも国際空港だからね、当たり前か。すごいおしゃれ。仙南は関空が近いのでこちらで来ております。いいね、ここから国際線がいっぱい出てるんだよね。関西のこうハーブ空港というかそういう感じですね。出口を出ます。あ、こんにちは。遅れました、初っ端から。どうもよろしくお願いします。お迎えありがとうございます。こちらご案内します。ありがとう。はい、お願いします。すいません、ありがとうございます。すいません、あ、どうも、外でお待ちいただいてありがとうございます。いやいや、ご仕事ありがとうございます。はい、あの、よく仙南市にお越しいただきまして。いやいやいや。じゃあ、早速中に入ってまいります。お願いします。よろしくお願いします。どうもです。ありがとうございます。はい。熊次郎、熊田郎。熊次郎。熊次郎、そっち入っていいよ。入れます？頭。頭。頭いいもんね。どこや。熊次郎だ。近くの自治体に対決しましたからね。あ、本当ですか。続きまして、仙南アンバサダーへご就任いただきますタレントの結城真央美様でございます。よろしくお願いいたします。楽しみにしてきました。任命状。結城真央美様、仙南アンバサダーに任命いたします。令和6年1月24日、仙南賞山本優馬。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、宣伝隊長として頑張ります。よろしくお願いします。はい。仙南の魅力であったりとか、美味しいもの、行ってみたらすごくこう楽しくなるような場所、そういう場所をこう発信していって、みんなに仙南の魅力を知っていただけるような、そういうアンバサダーになっていきたいなと思います。オフショットです。オフショット、オフショット、撮影のオフショット。イエーイ、こんな感じで撮影してます。引かれちゃう。すごい防寒しっかりしてますね、中にちゃんと来てね。え、吉田コーヒーさん取材します。ではカメラ回してください。じゃあ行きますね。はい、3秒前2、1。吉田コーヒー、はい、あとでちょっと痛く言えますね。はい、風の入れ方が、入れ方が本当は肝ですもんね。風の中入っていただいて、じゃあすみません、またここからスタートしていきたいと思います。はい、はい、すごい、すごい、コーヒーとみたいな感じ。コーヒー、こだわりとかね。では、聞きたいと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、3秒前、2、1、はい、どうぞ。はい、では、お願いします。
あの準備が整ったら あ、もう一度やりましょう。はい、ありがとう。ショコラティエさんが中のガナッシュの状態の部分を手前に置いていて、はい、で上からチョコレート流れてるところをトンネルを通過したらチョコレートかぶった状態のボンボンが出てくるっていう機械。オレンジ？オレンジにコーティングしてる人がいる。そうですね。オレンジかな？違うかな？マンボウかな？オレンジの皮のピールですね。砂糖かけにチョコレートかけるっていう商品を作ってるところです。はい、今日は一日いろいろなところ街並みも回らせていただいて、本当にあの地元に帰ってきたかのようなすごく落ち着く空間で、私自身もとても楽しく過ごせました。やっぱりあの皆さんすごく私を迎え入れてくださって温かくて、すごくあのこれからも仙南のいい魅力、たくさんの特産物であったりとか、美味しいものとかそういうものを私なりに見つけていって、いろんなところに発信していく、その力添えができればなと思っています。応援してください。ありがとうございました。ありがとうございます。わーい。ありますか、どんだけ。優しい、素敵な方々でした。仙南いろいろ回ってね、あの今日はコーヒーとチョコレートがメインだったんですけれども、まあ、他のいろんなアナゴだったり水ナスだったりとか、そういうのも食べに行ったりもしたいなと思いました。これから仙南のアンバサダーとして頑張っていきます。